ズルの前職コスチュームが美しすぎる中国ファンが選ぶまでもなく全部というその魅力の秘密羽生結弦さんはフィギュアスケートの世界でその名を知られています彼の優雅で力強い演技は数々の観客を魅了し多くの人々に感動を与えてきました国際オリンピック委員会 IOC のウェイボーウェイボー公式アカウントが7月31日に投稿した彼の動画は その一端を垣間見ることができるものでした。この動画は、羽生さんの過去のパフォーマンスをコスチュームの色ごとに編集し、彼の色彩の魔法を紹介しています。この動画に対する中国のファンからの反応は、「ゆずなら絶対に全パターンだね、全部。わざわざ選ぶまでもない。オールイン、全部彼なら全部欲しい。」といった全ての色に対する愛情の声が多く寄せられました。 彼らは羽生さんがどの色をまとっても美しいと感じており、そのどれもが特別な輝きを放つと称賛しています。この動画では、2014年ソチ五輪でのパリの散歩道、ブルー、2010年の白鳥の湖、パープル、2018年ピョンチャン五輪での生命、ホワイト、2022年北京五輪のテント地と淡いグリーン、同軸北京五輪のエキシビション、春よこい、ピンクの5つのパフォーマンスが紹介されています。 これれれらのの演技は、それぞれが異ななる魅力力をを持ち、羽生さんの多彩な表現力を示しています。例えばパリの散歩道ではブルーの衣装が羽生さんの冷静かつ洗練された演技を引き立て白鳥の湖ではパープルの衣装が彼の幻想的な世界観を際立たせます生命のホワイトは彼の純粋さと強さを象徴し天と地との淡いグリーンは自然との調和を感じさせます そして「春よ恋のピンク」は彼の柔らかさと希望を表現しています羽生結弦さんのカラーチェンジについてファンからのコメントはその多様性と深さを物語っています彼の演技には色彩だけでなくその背景にあるストーリーや感情が込められておりそれぞれのパフォーマンスが見る人に異なる印象を与えます例えばパリの散歩道を選ぶファンはその情熱と力強さに心を打たれ生命を選ぶファンは その神秘的で荘厳な雰囲気に魅了されます。これらの選択は観客が羽生さんの演技に何を求め何を感じ取るかに大きく影響されています羽生結弦さん自身もその色彩の変化を通じて自己表現を追求しています彼の衣装選びやパフォーマンスは常に新しい挑戦と進化を求める姿勢を示しています彼は一つのスタイルに止まらず常に新しい表現方法を探求し それを観客に届けることで、自身の限界を超えていきます。これこそが、彼が世界中のファンに愛される理由の一つです。ハニューさんのパフォーマンスは、単なるフィギュアスケートの枠を超え、一つの芸術作品として評価されています。彼の動き一つ一つが緻密に計算され、まるで舞台上のダンサーのように観客を魅了します。その一方で、彼の演技には常に人間味が溢れており、 観客は彼の努力や情熱そして苦悩や歓喜を感じ取ることができますこれが彼のパフォーマンスが単なるスポーツではなく一つの感動的な物語として心に残る理由ですさらに羽生譲さんの人気は彼のフィギュアスケート技術だけでなくその人柄や生き方にも起因しています彼は常に謙虚でありながら自己の限界に挑み続ける姿勢を持っています彼の努力と情熱は 多くの人々に勇気とインンスピレーションを与えています彼のファンは彼の成功を自分のことのように喜び彼の苦境に共感し常に彼を応援しています羽生さんの色彩の魔法は彼のフィギュアスケートに対する情熱と愛情の表れです彼のパフォーマンスは色彩と音楽そして動きが一体となって一つの完璧な芸術作品を作り上げています彼の演技を見ることは まるで夢の中にいるかのような感覚を与えます。それは彼の技術だけでなく、彼の持つ内なる美しさと純粋さが観客に伝わるからです。ハニュー・ユズルさんのカラーチェンジに対するファンの反応を見ると、彼のパフォーマンスがどれだけ多くの人々に影響を与えているかがわかります。彼の演技は、色彩を通じて様々な感情を伝え、それが観客の心に深く刻まれています。 彼のコスチュームの色一つ一つが彼の個性と表現力を際立たせ観客に新たな感動を提供しています羽生さんの今後のパフォーマンスにも大いに期待が寄せられています彼は常に新しい挑戦を求め自身の限界を超え続けています彼のカラーチェンジはこれからも多くの人々に感動とインスピレーションを与え続けるでしょう彼の色彩の魔法は これからも多くの人々の心に輝き続けることでしょう。ハニュー・ユズルさんの未来のパフォーマンスには、無限の可能性が広がっています。彼のこれまでの業績を振り返ると、その進化と成長は止まるところを知らず、常に新しい境地を切り開いてきました。例えば、彼の演技における色彩の選択は、その時々の心情やテーマを反映しており、観客に対して強いメッセージを送っています。今後、 彼がどのような新しい色彩やテーマを選ぶのか、ファンにとっては大きな楽しみです。また、羽生さんの演技には技術的な完璧さだけでなく、彼自身の感情や物語が込められています。彼は常に自分自身を超え、新しい技術を習得し、パフォーマンスを進化させてきました。例えば、トリプルアクセルやクワットジャンプなど難易度の高い技を完璧にこなし、 その美しさと力強さで観客を魅了しています。彼の技術の向上は、常にフィギュアスケートの限界を押し広げています。羽生さんの影響力は、フィギュアスケートの世界にとどまらず、社会全体にも及んでいます。彼の努力と情熱、そして逆境を乗り越える姿勢は、多くの人々に希望と勇気を与えています。特に若い世代にとって、彼は憧れの存在であり、目標とする人物です。 彼の成功は、多くの若者に夢を追い求めることの重要性を教えています。さらに、ハニューさんの国際的な人気も見逃せません。彼のパフォーマンスは世界中で愛され、特に中国や韓国などのアジア諸国では絶大な支持を受けています。彼のウェ i b o アカウントへの投稿が話題となったことからもわかるように、彼の影響力は国境を越えて広がっています。 彼のパフォーマンスが一つの国際的なイベントとして期待され、多くの人々が彼の次のステップを注目しています。羽生さんはまた、事前活動や社会貢献にも積極的に参加しています。彼の姿勢は、多くのファンに感銘を与え、社会全体にポジティブな影響を与えています。例えば、彼は東日本大震災の被災地支援に積極的に関わり、 自身の経験をもとに多くの人々に希望を届けてきました。彼の行動は、単なるスポーツ選手としての枠を超え、一人の人間としての偉大さを示しています。羽生譲さんの未来は、彼の過去の努力と成果によって形作られています。彼は常に新しい目標を設定し、それに向かって努力を惜しまない姿勢を持っています。彼の次の挑戦が何であれ、 それは間違いなく多くの人々に感動と希望を与えることでしょう彼の演技はこれからも多くのファンの心を捉え続けることは確実です私たちファンは羽生さんのこれからの歩みを楽しみにし彼の成功を心から願っています彼の色彩の魔法がこれからも多くの人々の心に輝き続けることを信じています彼の持つ無限の可能性とその先に待つ新しい世界が どれだけ素晴らしいものであるかを期待しながらこれからも彼を応援し続けることでしょう羽生結弦さんこれからも私たちに夢と希望を届けてください